かなっていうのを変だよね。配信をしたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。ちょっと待ってね、よいしょ、ちょっとラメつけすぎちゃったいっか、ラメつけすぎちゃった。まあいいや、まだ電車に、あ、そうなんですね、乗ってるんだね、乗っちゃってるんだね、ありがとうございます。女子アナさんに見えます、女子アナさんに見えます。原稿読めない、私漢字も読めないからさ、もうあの試験で落ちちゃうと思うんですけど本当に見えます。今日はそうだね、なんかだいぶあれだったかもしれない。そう、だいぶなんだろう、今までの結構今までねワンピース系が多かったんですけど、そうワンピース系が多くって、あのあれだったんですけども、今回はあのなんていうの、分かれてるやつ別々のやつですね、別々のやつなので、はい、今日はね別々のやつでした。うん、セパレートっていうのかな、セパレートか。今のマシン言えなかったからね、そう言えなかったから、あ、セットアップなのかな、なんかなんだろう、別々なんですよね、そう別々なんですよ、なんて言えばいい、別々分かれてるやつ、なんかトップスとスカートみたいな感じ。そうなんかね、セットアップで売ってるやつでもなかったんだよね、そう別々のやつおしゃべり会もうネタ切れ、あ、そうネタ切れなの、ネタ切れなんですか、ありがとうね、いろいろ考えてくださって、そうありがとうございます。分かれてるやつ、なんて言えばいい、なんて言えばいいんだね、セパレートっていうのかな、別々でオッケー別々でオッケーかな、オッケーか、かわいい、センス、天才ですか、ありがとうございます、嬉しい、分かれてるやつですね。トップスはそうだね、あんまりなんかワンピースの方が楽なんですよ何も考えないからそう楽で、そうなんですよ、嬉しい、あの飲み物飲むね、おしゃべり会ネタ切れ、あ、本当ネタ切れになっちゃうの、ネタ切れになっちゃいますか、本当いつものお茶、いつも今日はこれですこれですね、はい、生茶です、生茶をね飲んでます。え、なになに、え、なんか、え、はいあれ、あ、終わっちゃった、なになになに、ちょっと待って、今何ですか、今何だった、今、え、あ、あ、はいはい大丈夫だったかな、大丈夫だったかな、今映れてた、映れてたかな、大丈夫かな、ありがとうございます。アニメーションかな、アニメーションまた来ましたね、いろいろなパターンあるんだね、ありがとうございます。遅かったタイミング合わなかったね、タイミング合わなかったね、あらあら、パソコンだと全然わかんない、本当わかんないですかね、すごい、ありがとうございますね、ありがとうございます。タイムラグあるのか、あ、こっちだったありがとうございます。今日ノープランでマリちゃんに振っちゃった。あ、全然大丈夫ですよ。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、遊んじゃいました。ありがとうございますね。あ、今オンにしたのか。オンにしてないと切れちゃうんだね。オンにしてないと切れちゃうみたいです。そう。タイムラグあるんだ、嘘、今どうだった、今大丈夫だった、オンにしないとあれだ、映んないみたいですよ、映んないみたい、そう一生セットで言ってね、え、頑張る頑張ります。そう今日ね、そう柏木さんにねいただいてネックレスもしてて、そうちょっと柏木さんを背負ってました書いちゃった、柏木さんをね背負ってました、うん、そうなんですよ、ありがとうございます。今日も美人でね、ありがとうございます。あ、ちゃんと撮れてた、よかった、ちゃんと撮れたよかったです、ありがとうございます。あ、オフにしてたらしいやだ恥ずかしい、やだ恥ずかしいね、恥ずかしいわ、そっか、ちょっとオフにみんなオンにしといてオン、なんかいきなりなんか変なことやってるってなっちゃうよ私がね、そうだよね、そうなんですよ、オンにしといてね、そうなんですよ、そうお下がりでねいただいたやつなんですよね、そう柏木さんから、そう本当もう5年前ぐらいかな、5年ぐらい前の時にそういただいたんですよね、そうオンにしといてね、あ、最初何してるか分かんない、やば恥ずかしいじゃん、なんか何してんの急にって思っちゃうよね、ごめんね、
そうそうなんですよ。あ、節電のため、あ、そうなんだね、オフにしてたんだね。オンにして、あ、よかったです、よかったです。ほんと色白い、なんでだろう、今日色白い、色白いかしら、お洋服じゃない、お洋服が多分レフ版になってるのかもしれない。うん、いただきました。ほんと白く見える。あら、レフ版代わりになってくれてるのかな、お洋服がね。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます、ありがとうございます。オフだったがオンしたよ、ありがとう、ありがとうございます。服かなね、服かもしれないね。うん、ありがとうございます。光全然何も入れてない、もういつもと同じ場所。うん、そうなんですよ。明日のお天気、明日のお天気、明日のお天気わかんない女子アナさん風とか言ってたが、明日のお天気は全然わかんなかった。そう、あ、耳はねついてる、こっちはね猫なんですよ、猫、猫です、ついてます。はい、こんな感じです、見えるかな、猫です、猫をついてます。そう、明日の天気わかんないんですよね。うん、バッチリ上がってる、ありがとう。あ、なんか、今合ってたよね今合ってたよね、合ってね、やっぱラグがあるんだね、ごめんね、じゃあラグがあるんだね、すいません、反応できなくてすいません、ありがとうございます。あ、本当合ってた、合ってた、 あれなのかな、多分もしかしたらあれかもしれない、みんなの端末によって違うかもしれない。うん、違うかもしれない。あ、今日がおしゃべり会最後だったよ。あ、じゃあ次ね、もしそういうごしゃべり会のようなイベントがあったら、もし待ってますね、ありがとうございます、ありがとうございます。そう、ありがとうございます。こんなのあるんだね、アニメーションみたいなのね、ありがとうございます。あ、タコもね、ありがとうございますね、ありがとうございます。アニメーションもね、ありがとうございます、ありがとうございます。本当に、あ、スマホだとラグがあるの、 PC だとあった、よかったよかった。あ、ラグがあるからいい感じ、逆にあれなの逆にあれなんだかな。そっか、明日よろしく、明日よろしく、明日よろしく、あれ私いないんだけどな、あれ明日よろしく、あれ私おしゃべり会いないんだけどなおっとおっと、これはこれは、あれちょっと私、おや、あれおやおや、あれな、あれないんですけどなおおっとあれれあれれあれあれおやおや、あらら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 明日はないんですよ。そう、次にあるのが4月の10日かな、4月の10日と4月の11日ですね。はい、あれ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 ちょっとあれ見覚えないんだけどな、あれあらららら、あららそうなんですよ。そう、なんかね、今回の金曜日やって日曜日あるメンバーかなだと思いますね。はい、え、そこで最後か、確かにもうね終わっちゃうよね、おしゃべり会もね、寂しいですよね。ね、あと1回になった、あら、そっか、10日は勝てない、そっかそっかそっか、もう終わってしまうのか。そう、終わっちゃうんですよね、そう終わっちゃうんですよね。そうね、明日もこれからもよろしくだよずっとずっと よろしくね、よろしくね、はい、よろしくお願いします。そう、ポンコツタイムも終わるね。そうだね、ポンコツタイムも終わります。あ、今日は今日はてっぺんまでやってもいいですかいいですかね。そう、てっぺんまでやってもいいですか。そう、やりたいと思う。そうだ、最初に言おうかなと思って、うん、ありがとうございます。大丈夫かな、みんなの明日の予定がちょっと朝早かったりしたら申し訳ないんですけど、あとお仕事の方はね頑張ってね。あ、全然、あ、寝落ちはしてね、私ね寝落ちあれなんで、寝落ち OK の、 あのショールームなので全然大丈夫です。ありがとうございます。でも寝てね、じゃあ眠たい時寝てね、ありがとうございます。今日はあの12時までやりたいと思います。 ありがとうございますね、タコさんもありがとうございます。断る理由がない、あ、寝たらごめん、全然いいよ、寝てね、全然寝てくださいね、全然寝てください、ありがとうございます。はい、大丈夫です。うん、10時からなので余裕、本当大丈夫、大丈夫かな。あ、
レッスンだけなの大丈夫、ありがとう、目長く見るの大丈夫です、ありがとうございます、寝落ち常習犯そうねそうねそうね、うん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 、いっぱい見れるの嬉しい、ありがとうありがとう、気づいたら知らない人の配信になって、そうだよね、なんかすぐ飛んじゃうもんね、なんかこうね終わっちゃうとね違う方のところ行っちゃうもんね、うん、寝落ち禁止ルームもあるの、あるかな、どうかな、あるかな、夜はこれからだよパーティーかな途中をフルタイムするかもしれない、全然いいよ全然いいですよ、仕事よりもマネージャーの仕事優先、本当に目が開けたまま寝てもいい、本当ありがとう目開けたまま寝てもいい、あ本当今日は3時間ぐらいしか出て、寝てね、全然寝てくださいね、うん寝てくださいね、今飲み始めました、あ本当、あら後で寝て怒られた後でね後でね、うんうんうん、ありがとうございます、でも本当に全然寝ても寝ても大丈夫なので、はいありがとうございますね、そう今日はねおしゃべり会だったんですけども、来てくださった皆さんも本当にありがとうございます、ちょっと改めてねおしゃべり会のお話に戻ってしまうんですけども、そうありがとうございます、あメールでいただきました、ありがとうありがとうございます、ありがとうございますね、うん、ちょこっとお膝をお借りしても、あ寝るってこと寝るってことかな、そう、ありがとうございますね、そうなんかね今日なんか可愛い方が可愛かった方がいらっしゃって、ずっとねおしゃべり会中ずっとなんかねずっとなんかなんだろうわかんないけど結構そのなんだ時間があったんですけど、なんかずっとねこっちの手だけをずっと手振って話してくださる方がいらっしゃって、なんかねずっとねなんか喋りながらずっとこうやってなぜかねなんか右手だけがずっとバイ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 してて、そう可愛かったですね、ずっとねなんかね無意識だったのかなね、無意識だったのかなね、そうずっとねもう右手だけで振ってた方がいらっしゃったんですよね、手を振ってるの忘れちゃってたのかな、あそういうこと、こんな感じでいつでもバイバイできるようになったのかな、今日すごいねそうなんか不思議だったんですよね、ずっとね手振ってたんですよ、でも結構そのお時間はあったんですけどお話できる、そうそうなんですよね、そうね、わかるわかる、本当なんかいつでも振っちゃうのかな、無意識だったのかな、全然なんか可愛くて見てた何も言わずあのお話上でずっと続けてくださってたから、そうそのお話を聞いてたんですけど、ずっとこう手振っててくださってて可愛かったですよね、可愛かったんですよね、気持ちわかる、そうずっとねそう手振っててくださってて、そうみんな可愛いって言うとみんなしそう確かに絶対なんか次のさおしゃべり会とかでさ絶対手振ってる人いるよね絶対いるよね絶対いるよね、ね絶対いますよね、そうだよね絶対みんなするよねやばい流行っちゃうね、これ流行っちゃうかもしれない、流行っちゃうかもしれないね、そうだったのか、でもね間はね結構ずっとね埋めててくださった方だったんですけど、すっごいずっとね右手をね振ってたんだよね、ちょっとねこの方はそうあのずっとね来てくださる方なんですけど、すごいそう可愛らしい方なんですよ、そうそうそう、なのでねちょっと次もちょっと次振ってたらなんで振ってるのか聞いてみたいと思います、なんだったろうねやだやだ、みんな振らないでね、みんな振らないでみんなはちょっとみんなは大丈夫よ大丈夫よ、うん大丈夫よ、うん、あそうね、なんかスタート分かるよりとかあるけどね、そうだよね、うんね全然そうそうそう大丈夫です、大丈夫です、はい、今の配信多分で見てないかな、見てない方なんですけど、なんかいつも毎回おしゃべり会来てくださる方で、そう多分配信とかは見てるのかな、なんかあんまりでも見れてない方かな、そうなんですよね、あこんばんは、今日も美しすぎて好きです、あありがとうございますありがとうございます、ありがとうございます、そうなんですよ、でもずっとね喋ってた、ずっと喋ってる、ずっと喋っててくださってて、そうすごい、そうずっとお話ししてくださる方で、そのお話を聞いてたんですけども、えモグリンしてくださってるのかな、モグリンさんかな、ねモグリンさんかな、ねそうなんですよ、ねそこまでわかるの、あわかるわかるわかるよ、うんそうわかりますね、なんかそのなんて言うんだろう、よくおしゃべり会に来てくださる方、よくショールームに来てくださる方、よくメールの返信をしてくださる方って
分かっちゃいます分かっちゃうんだな、うん、分かっちゃうんですよね、うん、そうそう、お兄さんですか、 お兄さんです、お兄さんです、うん、お兄さんですね、うん、そうなんですよ。おしゃべり会には参加したことないので、あ、ぜひ待ってますよ、ぜひぜひ待ってますよ。マリちゃんは本当にいい子だな、どうしたんですか急にどうしたんですか、ありがとうございますね、ありがとうございます、うん、分かってますね。全部当てはまらない、本当に全部当てはまらない、うん、そう、最近サボってます、サボらないで全部やってる人、ありがとうございますね、ありがとうね。なになに、さすがにマリちゃん、マリナちゃんのは参加したことない、ちょっと待って、さすがにって何待って、もう一回言う、さすがにって何さすがにって何、参加してみて、なんか本当にね、そう本当に、なんていうかな、なんて言えばいいんだろう、なんて言えばいい、本当にその単推しの方、一推しの方はもちろんそうなんですけども、二推し、三推しの方ももちろんそうだし、他の推しっていう方も来てくださるので、そうそうそう、来てくださるから、本当になんだろう、もう気軽に参加してくださったら嬉しいなって思います。さすがにが気になっちゃった、さすがにって何さすがにとはさすがにとは何でしょうか全部バレてますね、はい、そうですね、全部全部全部把握しきれてるかって言われるとちょっとあれかもしれないんですけど、でも見れる、手の届く範囲では見れてるとは思いますね、うん、そうなんですよ、はい、なんでぜひぜひ気軽に参加してくださったら嬉しいなって思います。一回行くとハマるよねって、あら嬉しい、ハマっていただけたら嬉しいなって思います、嬉しいです、うん、全部さらけ出してましたので、ありがとう、気軽すぎて申し訳ない、あ、全然嬉しいです、ありがとうございます。なやちゃんを買おうとした時には売り切れてる、あ、そうなのね、そうなのね、ありがとうね、ありがとう、でも待ってますね、はい、まるちゃんの手は実は大きい説、大きいかな大きいかな、大きい、急に本当説ある、説あるね、そうなので、そうちょっと見てるのでお待ちしておりますね、ハマってるよマリ、なに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 、うん、ま、マリんんんこれはあれかな、勢いでコメントしてくれたやつかなこの流れならあのいけるみたいな感じでコメントしてくれたやつですね、はい、なのでお待ちしておりますね、ぜひぜひ待ってます、うん、おしゃべり会メールの指示ショールーム参加全部俺やん、あ、嬉しい、ありがとうございます、一番気軽に話せる気がする、嬉しい、ありがとうございます、待ってますね、ぜひぜひよろしくお願いします。何を欲しいばいいのか、欲しない、え、何何を欲しいばいいのか、欲しない、え全部欲しいになっちゃった、欲しいになっちゃった、全部全部欲しいになっちゃった、ごめんねごめんね、な、何を、何、もう多分分からないだよね、最後は分からない、何を、あれならいいか、あれない、え、なんだろう、分からない、星が気になる、めちゃくちゃ星が気になる、 HKT がツーショット、撮影会してて、あ、HKT さんやってますよね、NGT もやってほしい、やりたいですね、やりたいな、やりたいですね、うん、何を話せばいいか分からない、え、何を話せばいいか分からない、何を話せばいいか分からない、何を話せばいい、何を話せばいいか分からない、何を話せばいいか分からないかな、合ってるかな、それかな、そのそれかで、それで合ってるかな、それかな、話せばかな、星星星、先生は絶対あの打ち込んでくださった星ですよね先生は、先生は、うんお久しぶりですね、ありがとうございます。え、何だったんだろう、どういう感じだったのかな、全然ノープランでもいける、だってありがとう、ノープランでも大丈夫だって、嬉しい。何を話せばいいか分からない時は手を振る、あ、それでもいいです。え、何だろう、でも気になってくださったきっかけだったりとか、話してくださったら嬉しいかな、なんかこう、何だろう、知ってくださったきっかけだったりとか、なんかこう行ってみようって思ってくださったきっかけだったりとか、まいちゃんこんばんは、こんばんは、マリちゃん、マリナちゃん今日はありがとう、こんばんは、今日はありがとう、こちらこそありがとうございます、ありがとうございます。俺は何を話したかわからない忘れちゃった、忘れちゃった、忘れちゃった、忘れちゃったかな。ネタが切れるくらいお話ししたいね、お話ししたいですね、うん、
確かにサイン会とかおしゃべり会以外にもイベントがあったり、確かにね、したいですね。人生相談をさせていただきたいマリナお姉さん、わかりました、待ってますよ、ぜひ私でよければお待ちしております。事前に話題を決めてると大体心配しますあ、でも事前になんかこれ実は今日話したいことがあってっていう場合は、あの実はって言っていただけたら、はい何でしょうかって聞きますね。ぜひぜひお待ちしております。はい、あ、ドラリの会議見ました。あ、そうだねそうだね、ドラフト会議ね、じゃあ待ってます。そう、結構でも一番多いかもね、なんか私は見つけてくださったところだとドラフト会議っていうのが多いかな。確かに多いかも。内容のない話ばかりですいません。いや全然全然、ありがとうございます。延期になった渋谷のイベント待ってますね。えやりたいよね、そのイベントもやりたいですよね。ね、できたらいいな、できないかな。話した後にあれ話そうと思っていたことはあるある。本当？ぜひじゃあ次回に話して、ちょっと次回ぜひよろしく、ちょっと待ってますね、お願いします。おつぼね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 、何を話してもマリナちゃんは拾ってくれるよ、だって待ってます。メモしてても顔合わせると飛んじゃう。本当に本当にメモメモでもあれかな、あれかな、ニックネームの欄にお題書くの手だよ。あ、そう、これ確かにしてほしいかも。なんかさ、ありがとうございますね、素敵なご提案。そうだね、なんか話したいことがあったらニックネーム書く欄あるじゃないですか、その後にカッコでなんとかについてみたいな感じで書いてくださったら嬉しいですね。ありがとうございますね、ありがとうございます。うん、いくら話してもって時間が足りないで、そうだよね、ありがとうね、そう言っていただけて嬉しいです、ありがとうございます。うん、ショールームで同じ一つの話題からどんどん広がっていく。あ、そうだねそうだね、そんな感じでお話しさせていただいてますね。最近変えてない、ごめんね全然いいですよ、全然いいですよ、ぜひぜひお勉強になります。そうだね、ノープランで申し訳ない、全然。早くお風呂にならないかなね、直接会ってお話ししたいですよね。君について、私についてってことおつぼれ公演を3列目で見たい話についてってこと。顔を見れるだけで嘘、十分満足だけどね、嬉しい、そう言ってくださるのすごく嬉しいですね。ね、嬉しいですね、ありがとうございます。とりあえずヘケ調べました、ありがとうね、見てくださった方多くてありがとうございます。とっとこハム太郎ね、ありがとうございます。またおつぼね声行きたい、ぜひ待ってます。おしゃべり会始まった瞬間に頭の中真っ白、本当に本当に本当に現地でおしゃべり会そろそろやってほしいね。ね、やりたいですね。お話できるだけで神よ、ありがとう、そう言ってくださって。でも本当になんかその書いたんですけど、モバメにも書いたんですけど、本当になんかさ、これがすごいなと思ったのが、なんだろう、その仲良くなれるくらいお話できたっていうか、できるできた、なんて言えばいい、お話できてる回数とかが多いわけじゃないですか。例えばショールームもそうだし、例えばおしゃべり会とか握手会でお話しして、なんかこう最初はさ、なんか初めましての状態だったのにさ、こうやってさ、なんか冗談とかも言える仲になったりとか、たわいもない話とかができる仲になったじゃないですか。だからそれってすごいですよね。ね、そうだよね、なんか今日こういうことがあって、こういったことがあってみたいな話もできるようになったりとかもさ、すごいですよね。覚えてる？私との初めまして、覚えてますか皆さんね、そうだよね、これがこういうことがあって、これがああいうことがあって、こういうことがあってみたいなお話があってさ、ね、なんかそこからさ、なんだろう、その初めましてからこういう話もできるようになってさ、ね、そうだよね、覚えてます？本当ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、覚えてるよ、覚えてる？ね、そうだからさ、そこからさ、こうやってさ、お話できてるのすごくない？ね、鮮明に覚えてる、ありがとう。なんか、なんだろうね、その仲いい、仲よく慣れてる感じがすごくすごく嬉しいなって思います。気軽に話せるようになったのはいつから？そうだよね、なんかその気軽に話せるようになったのがいつからかっていうのって覚えてないよね。なんか初めましてはその覚えててくださってるかもしれないんですけど、気軽に話せられた記念日みたいな覚えてる？なんか気軽に話せられた記念日覚えてる？やっと名前分かったって言われたの覚えてる？ ありがとう、嬉しいね。それは覚えてないよね、それは覚えてないよね。ね、そうだよね、なんかそこの記念日気軽に、そう、まだ気軽に話せてない、嘘でしょ、そんなことないでしょ、全然覚えてないよね。
今も気軽に話せてないような気がして、おいおい待って待って待って、冗談たくさん言ってるよねあれあれね、そうだからなんかいつの間にかさね、あれですよね本当にね、うんね、嬉しいですよね。嘘、未だに覚えてない、本当本当に。そっか、冗談言えるなった、そう、その冗談がいつなのかっていうのが覚えてる、覚えてますか。わかんないよね、まだ気軽に話せてない。ほらこうやって気軽に話せてないんですか、本当ね。最初呼び方なんか呼び方わからなくて応援されたの、あごめん、なんか多分私が読めなかったのかもしれない、ごめんねそうちょっと英語が読めなかったのかもしれない。今も緊張するけど気づいたのは普通に話してたのか、気づいた時には普通に話してたのかな。そうだねそうだよね、気づいたらだよね、本当に気づいたらね、あれですもんね、気軽に話せるようになったもんね。何の内容で気軽に話せる、気軽に話せるようになったかはなんとなく覚えてるはず。何の内容だろう、何の内容だったかな。嬉しい、今日は初めて冗談言えたような気がします。嘘、本当に今日冗談言えた初めて記念日嬉しい。初めましてから覚えられるまでが早かった、嬉しい。そう、名前を覚え、嬉しいです。気軽に話せなかったことがあっただろうか、逆にね、逆にね、嬉しい、ありがとうございます。そうなのでね、ぜひぜひおしゃべり会ではさらに気軽に話せたと思う。そうだよね、結構そうだね、おしゃべり会で結構気軽に話せた方だったりとかね、なんかこうおしゃべり会でなんかもっとお話できるようになった方とかがたくさんいらっしゃるような気がします。まだ冗談言えてません、どうしよう、今まだ冗談言えてないっていう人人に限って多分冗談言ってると思うんだ一瞬だから緊張する、本当こんばんは、ありがとうございます。100回目記念日、100回目の記念日、うん、嬉しい、ありがとうございます。のね、なのでね、本当になんかなんだろうな、なんて言えばいいかな、なんか仲良くなりつつ、なんか親しき中にも礼儀ありつつみたいな感じでね、本当に皆さんと仲良くなれたらいいなって思ってます。最近は真面目な会話した記憶が思い浮かばない。嘘でしょ、したよしないっけ、してないっけね、しないかな、うん。ショールームでコメントくれたよねって言ってくれた時が嬉しかった記憶、あーそうかも、そこかな、そこかな、そこかもね、そこかも、そうだね、嬉しい。最長になると思わなかった、ありがとう。何回あっても緊張する、本当に本当にありがとうね、ありがとう、あタコもありがとうございます、ありがとうございます。ショールームがあるからお話し会も気軽に、あ確かになんかショールーム感覚でお話ししてくださると、確かに確かにそうかも、結構ショールームでお話を重ねてるからおしゃべり会とかでも結構気軽に話せたりするのかなね。でもおしゃべり会の時は私はゆっくり喋ってますショールームだね、ショールームはこの口早口なんですけども、そうショールームじゃない、おしゃべり会ではゆっくり話してるのでそこは安心してくださいね安心してください、ここはね、そうここは大丈夫、マシンガントークではないのでごめんね、ショールームはねちょっと何個も何個もこう拾いたくてね、すいません、ありがとうございます、ありがとうございますね、うん。むしろあんまり変わんない、嘘あんまり変わんない、あんまり変わらないんですかあんまり変わんないかなね。フレーム送ります、フレーム送ります、フレーム、フレーム、ちゃんと話を聞いてくれるのが嬉しいだって、ありがとう、あありがとうありがとう、生まれた生まれました、ありがとうございますありがとうございます、はい、そうだね。ショールームのスピードだったら逆に限られた時間余計に焦っちゃうこっちもなんか早く話さなきゃって思っちゃうよねこっちもなんか早く話さなきゃ、森ちゃんも早く喋ってるからってなっちゃうよね。でも全然ゆっくりです、ショールームだけですね、こんな入ってるの入ってます、はい、そうオンラインだといろんなことできるね、確かにね、結構そうだね、歌ってる姿とかも見れたりとかしたり、あとなんだろう、飼ってる猫ちゃんワンちゃんを見せていただいたりとか、あとグッズがね見せていただけるっていうところもオンラインのいいところかな。でも本当にね、なんかなんだろうね、でもどこでもできるっていうのはオンラインのメリットだよね、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。あやっぱタイムラグあるなんでだろうねなんだろう、多分機種によってあるのかもしれないね、うん、そう本当ハードル高いですか、本当に
おしゃべり会がショールーム感覚になってしまう。ははは。いいですよ。全然いいですよ。ありがとうございます。歌っていいよ。え、ぜひ歌ってください。聞きたいですね。うん、聞きたい。歌ってるの、歌ってる姿無理？難しい？うん。1枚だけの時は早口で、あ、わかりました。大丈夫です。大丈夫です。結構そうだね。ネタを準備されてる方は多いかもしれないね。なんかいろいろとなんかこう歌ってる姿、歌うのが歌う姿を見せてくださる方もいらっしゃるし、あと何かな、結構そうですね、お話ししたいことも用意してくださったりとか、あと何かな、あとグッズとか見せてくださったりとか、あと何だろうな、結構そうだね、そうペット見せてくださったりとかかな、うんですかね。隠し芸大会ではないとは思うんですけど、そうなんかね、そんな感じで用意してくださる方もいらっしゃれば、そうなんか気軽にね、そうなんかいつものこういうショールームみたいな感じでなんかこう思ったこととかをパッと話すような感じもありますね。はい、アカペラで歌うのははずいと痛感した。本当に痛感した、本当。うん、さあ桜を見せてくださる方今日多かった、すごい多かった。今日ね、桜見せてくださる方すごく多かったですね。歌うのはオンラインならではです。確かにね、そうだね、確かに確かに。あ、そうロケ地に、そうだね、選びに力を入れてくださる方もいらっしゃるし、あと車の中でね参加してくださる方もいらっしゃったり、うん、そうありがとうございます。そうなんですよ、そう桜、そういい季節だからね。そうでもバサって切れる、そうなんだよね、バサってね切れちゃうんですけどね。うん、何を話していいかわからない、何を話したらいいかわからない。これは私のことを知ってくださったきっかけとかを話してくださったら嬉しいです。はい、そうなんですよ、ぜひぜひお待ちしております。うん、桜咲いてなくて泣いて、いやそうなんだよね、まだね新潟咲いてないんですよね。そうだよね、もう関東だとね散り始めてますもんね。そうだよね、そうだよね、ね。隠し芸ならクロス、テーブルクロス引きの練習だ。あ、本当？してくれるってこと？桜見せようとしたら人がいっぱいいて見せられると、ごめんなさい。あ、全然全然、またいつかね、またいつか見せてくださったら嬉しいです。ありがとうございます。うん、露天風呂で歌ってたアイドルもいたな。あ、私ですね私のことかしら、うん、うん、私かな。あ、来週ぐらいかな、来週かな、もうちょっとかな、もうちょっとかな。好きだと告白してもいいですか？全然いいよ、待ってるよ、絶対告白してね、私覚えてるからね覚えてるからね、この流れで言ったのかもしれないけど、うん、覚えてますね。あ、そう、来週かな、来週お花見できるかな、ね、つぼみ、つぼみになってる、つぼみになってるかな、うん、ね、でも本当に桜は見たいんですよね。そう、カメラで撮りたいんですよね。そう、せっかくねカメラ買ったので桜とね、そう撮りたいなと思ってて、ね、撮れたらいいな。まだ新潟咲いてないんですよ、咲いてないんですよ。そう、まだね、こうなんですよ、そうです、ここですね、こちらそろそろ終わり、そうだよね、ね、ちっちゃいよね本当にね。そうなんかさ、みんなさ言ってるさ、あの目黒川であってます、目黒川のさ、なんかもうみんな行ってるところあるじゃない。私あそこに行ったことないんですよ。もう来週で終わり、おしまいだと思うと寂しいね、寂しいよね、あと2回で終わっちゃう。そう、私ね行ったことなくて、そう目黒川のやつ、そうなのでね、いつかは行ってみたいんだよね。人生でね一度もね行ったことないんですよね。そう、綺麗ですよね。そう、有名ですよ、めちゃめちゃ有名ですよね。あ、そうなんだ、やっぱそうなんだ、中目黒から、あ、中目黒からか、そっかね、行ってみたいんですよね、あの桜。そう、なんかもうインスタグラマーが行ってますよねねえ、そう行ってますよね。私もちょっと行きたいんですよね、ちょっとインスタグラマーになりたいタイミングが合えばね、機会があればね行きたいですね。あ、本当？主演しょっちゅう仕事で行ってる？いいな。そう、映えスポットみたい。あ、混んでそうでビビってる。そうなんだね、やっぱそうなんだね。なんかみんなさ、なんかイチゴのさ串がさ刺さったやつとさ、なんか飲み物飲んでるよね、わかる？すごい、なんかめっちゃお誘い来てる。さっきもね、一緒に行くってコメントあったんですよありがとうございますね、ありがとうございます。そう、みんな行ってるので、ちょっと私もね、ちょっとインスタグラマーになりたいので、ちょっとね、インスタをなんかインスタをおしゃれにしたいんだけど、なんかインスタのおしゃれって難しいよねそう
それ飲んだことない。ないよね。そうだよね。そう、わかるわかる。いちご飴のやつ、なんかみんなさ、いちご飴のやつとさ、なんかいちごが入ってさ、なんかいちごジュースみたいなやつ飲んでますよね。ね、ちょっと私も飲んでみたいんですよね。そうそう、まりちゃんが映ってるだけロシェル。いや、そう、いやいや全然。でもそう言ってくれてありがとうございますね。ありがとうございますね。そうなのでね、ピオピメに加工を教えてもらいました。そうだよね、加工あれだよね、多分色味統一みたいな感じですよね、絶対ね。ね、ちょっと映えをねしたいんですよね。そうしたいんですよね。うん、そう、いちご大好き。いちご美味しいよね。そう、なんかもうほんとインスタないなのでね、ちょっと頑張りますね。カメラ買ったので、結構そう、カメラを買ってからはあのカメラで撮ったやつを載せてるんですけど。そうだよね、明るい色で統一ね。そうだよね、なんかリカちゃんに前に聞いたら、確かね、なんかピンクを必ず入れてるって言ってたかな。そう言ってた。そう、ピンクを必ずなんか一つ入れてるって言ってましたね。ね、桜とイチゴで可愛いが詰まってるよね。詰まってるよね。ね、インスタ付きありがとう、ありがとうございます。そうそうなんだよね、桜の写真楽しみにしてますね。撮るね、撮りますね。ありがとう、おしゃれな写真ちょっと頑張りますね。そう、色が重要みたい。そうなんですよね、ちょっと頑張りますね、頑張ります。色味統一とか、なんか多分いざとあれだよね、なんか多分人と物とのバランスありますよね。人物物人物物みたいなわかります。多分投稿するさ、なんか順番みたいなのもありますよね、きっとね。わかる、わかります。なんか多分さ、食べ物デザートみたいな、食べ物食べ物人物みたいなありますよね。多分ね、本当はね、そういうバランスとかを取って、なんかあれですよね、そう、交互にするみたいな、そうなんか順番とかがねあるみたいなんですけど、ちょっとね難しくて難しくてね。そう、ちょっとね、ちょっとこれからは意識します。ちょっとでも難しそうだったら、その順番はちょっと諦めます諦めますね。そうなんですよね。そうね、おしゃれに撮れるアングルを決めて、わかる、すごくわかる。食べ物とかもさ、なんかおしゃれに映るように感じ、そう、バランス大事ですよね、並びとかね。そうそうそうね、ちょっとあれしますね、はい、頑張ります。そうなん、単純なものじゃないみたい、結構複雑みたい私はね、もう載せたいっていうものを載せてきちゃったんですけど、そうちょっとね頑張りますね、はい。そう、インスタはしばらく投稿してない。あ、そうだよね、みんなインスタって投稿してます、どうですかね。そう、皆さんどう、画像影の入れ方とかね。そうだよね、そうだよね、どうかな、見る、あ、ストーリーしか使ってない、うんうんうん、見るだけ、見る専門の方が多いかな。たまにね投稿してくださる方でね、あのなんだっけ、公演の感想とかねつぶやいてくださったりとか、あとおしゃべり会のやつをその載せてくださったりとかしてて、あ、見る専用、見る専用の方が多いかな、ストーリーぐらいか。そっかそっか、そうだよね、見る専用、みんなツイッターの方が投稿してるかな、最近はずっとしない。そっか、見るだけか。そうだよね、投稿の仕方が分かりません。あ、そうなの、え、意外、あ、そうだったんだね。なんかあれだよ、こうなんかこういうさ、四角に中に十字書いてあるところを押して投稿できるよ。ね、左上に、あ、右上についてるやつかな。そうなんだ、あ、インスタ見るだけか。そっか、あ、鍵がついてるね、ちょっと鍵開けてちょっと鍵開けて、そこの鍵、鍵ちょっと、うん鍵開かだけ、鍵開けて鍵開けて、うん、そっかそっか、ツイッターか、結構プライベートやなら、本当本当プライベートよ。そっか、なるほどね。あ、地道にフォロワー1000人超えた、あ、すごいすごいね。 SNS は使い分けした方がいい。そうだよね、でも私は大体ね、洋服はあっちに載せてます、メインはインスタですね、はい。単純にそうだよ、確かに何を投稿すればいいのかも迷っちゃうよね。うん、お兄さんね、お兄さんのインスタいいやろ。いやいや、見たいですよ、見たいですよ、お兄様のね、ツイッターも、ツイッターじゃない、インスタも見たいですよ。うん、そっかそっか。でもね、どん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 ちょっと私もね、あのいろんなものを撮れたらいいなと思います。人物もそうだし、そう、あのメンバーの写真とかもね、いっぱい載せられたらいいなって思ってます。インスタとツイッター、あ、連携してないかも、確かに。してないかも、してないかもしれない、
うん、勉強になります。勉強になります。アカウント2つ持ってます。え、何用と何用、何用と何用何用と何用かな。インスタ見てくれるなら持ってあげようと。見ます見ます。あの、なんだっけ、タグつけてくれたら嬉しいな。私の名前をつけてくれたら嬉しいな、ぜひ。見てくれたら嬉しいけど、見ます見ますね。 SNS は全て見るよ。あ、そっか、見る専門か。そっかそっか。でも確かに、でも Twitter の方があれなのかな。なんかインスタって後からできたやつですよね。ね、後からできたやつだから結構あれかな。インスタの方が、インスタのじゃない、間違えた、ツイッターの方がね発信しやすかったりするかなね。ストーリーって見ますか。あ、見ますよ見ますよ、ストーリーも。うん、後でメールで教えるね。あ、メールで教えてくれるのありがとうございます、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。そうか、あ、ツイッターもプライベートと、あ、そうなんだ、専用って分けてるんだね。ちょっとじゃあ聞いてみようかな。インスタを、インスタじゃない、間違えた、ツイッターをプライベートと、そのなんていうの、あのアイドルを応援する用とアカウントで分けてる方いらっしゃいますか。聞いてみようかな。いらっしゃいます。分けてない、分けてないかな。ツイッターの方がね、確かにそうだよね、気軽、そうだよね、気軽かもしれない。いい、いいえかな。あ、ツイッターは一つだけってことは応援アカウントだけってことかな。あ、分けてるんだ。そう、使ってない、分けてる、分けてない、分けてない、分けてます。分けてない。昔は分けてた。今は一緒。分けてない、分けてない。あ、分けてない方が多いかな。分けてるよ、ほんと一つしかない。あ、ディアーかオタアカで分けてる。分けてない。分ける必要がない。いやー、そっか、分けてない、分けてない。あ、結構じゃあ分けてない方の方が多いかもしれない。今ね、なんかパッて見た感じ多いかもね。分けてない人の方が多いかな。あ、分ける意味が、そっかそっかそっか、なるほどね。アカウント名は書いてある、なるほど。じゃあプライベート用のそのツイッターを持ってる方はつぶやいたりとかしますか。つぶやいてる、どうなんだろう、つぶやいたりするのかな。なんか何をつぶやくんだろうプライベートだとなんかつぶやいたりしますか。何つぶやいたりするんだろう、ちょっと気になる。何年も放置か。あ、もう、じゃあもう見る専用になっちゃうかな。Facebook 使ってるんだ。あ、そうなんだ。あ、諸事情にツイートは控えて。あ、そうなんだね。リアカでもつぶやく。あ、放置してる。そっか、リアカはリア友に見られてもいいよだって。なるほどね。おたかつがプライベート、あ、ご飯美味しかったとか、あ、まるまるちゃんと会ったとか、そうかな、なんかお友達と会ったとかかな。なるほどね。あ、 Facebook 持ってる方多いね。そっか、確かにちょっと前に Facebook も多かったもんね。そうだよね、すごい、なるほどね。まやちゃんお疲れ様。あ、お疲れ様です、ありがとうございます。そっかそっか、あ、野球ね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 。中岡さんもつぶやいたね。うん、そっか、リアルな知り合いだと確かに Facebook かもね。 Facebook は友達じゃないように、じゃないと見れないように。なるほどね。なんかあれ限定できるんだっけ。そっか、じゃあ私がみんなの Facebook まで手出したら見れないかあれアカウント持ってないと見れないかやばい、 Facebook までみんなの見ようとしてるのちょっと新しくないまで覗こうとするアイドル、おもろくない逆に怖いよね。ちょっとそこまではしないでおくわしないでおきますね。そこはちょっとあのみんなのプライベートゾーンだと思うのでちょっとここまで、あのツイッターまでにするね。それはあのみんなの、あの応援アカウントまでにしときますそうだよね、実名だもんね。確かに、そしたらさ、そこでさ、みんなの顔写真とか、まあ、もちろん顔は知ってるけどさ、みんなが友達と写ってる写真とかが出てきちゃうよね。そうだよね、そうだよね、職場で撮った写真とかね、そうだよね見られちゃうよね。そうだよね、ほんと実名だよね、実名ですよね。そうだよね、そうだよね、ね、ドロンジェらしい、あ、上手ですね、このタイミングでねえ、そうだよね。そっか、なるほどね。何でも知りたくなる、何でも知りたくなる
そっか、会社の人とかも知らない。そっか、そうだよね、会社の方同士でもさフォローしてるったりとかするもんね。あ、ミクシー、ミクシー懐かしい。ミクシーね、そっかそっか、ミクシーもある。なんかいろんなのあったよね。だってなんだっけ、いっぱいあるよね。そう思うとなんか結構じゃあみんな SNS やってたのかな。なんかこのなんだろう、応援アカウント作る前になんかやってた。インスタだったりとか、まあ、Facebook もそうか。あとなんだろう、ミクシーだったり、あとあれかな、全力プロフィールとかやってた人とかいるのかな。あ、グリーとかね、グリーだったっけ読み方ね。アメーバピグね、アメーバピグねいたのかな、いましたかね。グリーもやってた。あ、全然してなかった。逆に逆に何にもやってなかった。あった、懐かしい。あ、シアト機能とかね。あ、懐かしい、あったね。全力やってなかったけどめっちゃ見てた多分私とこの同じ世代の方は多分全力プロフィールとかね、そうだよね、ありましたよね。私が本当中学生ぐらいの時かな。うん、懐かしいですね。 SNS は NGT から。なるほどね。ミクシーで知り合ったお友達は今でも仲いい。あ、そうなんだ。ミクシーから、ミクシー、ミクシー、ちょっと なんかゼクシーみたいな言い方、ミクシー、ミクシーかな、なんて言えばいいんだろう、発音の仕方が分かんないんだけど、イントネーションか。そっか、オタク始めてから SNS 始めたんだね。あ、釣りのゲームあったね。釣りのゲームもありましたよね。そっか、うわー懐かしい。え、レポ書いてたんだ。そっかそっか、へえゼクシーちょっと発音似てるよね。そっか、全力は知らない。本当なんかあったんですよ、全力。私が多分中学生、私が中学生ぐらいの時になんか流行って、なんか本当になんかなんて言えばいいんだろうね、なんか全力プロフィールはなんか説明すると難しいんですけど、なんかそのプロフィール欄っていうのがあって、そこからなんかツイッターみたいにつぶやけるなんかリアルっていうのがあったんですよなんかリンク、そのリアルっていうところを押してなんかリンクを飛んで、なんかこうツイッターみたいにさ、こうなんかなんか個人のツイッターみたいな感じであったんですよね。そう、ほんとガラケー時代の時で、そうあって、本当にもう個人が淡々となんかもうつぶやいてるみたいな感じで、そうそう、なんかフォローとかっていうところも全くなくて、そうあったんですよ。ちょっと調べてみてね。そうあったんですよ。そう懐かしい。だからなんか結構たくさんこう思うとね、あるよね。あとなんかブログみたいなのも流行ってたよね。懐かしすぎるですよね。ありましたよね。私とね同じ世代の方はね、なんかそう友達とかがやってたりして、そうあったんですよね。ブログもあった。なんだっけ、なんとかブログみたいなのもたくさん、いろんな種類のあったんですよね。そうたくさんあったよね。懐かしいなね。ブログもあったし、なんかそう思うと今なんだろう、ツイッター以上に新しい SNS がなんかこの先出るのかっていうと、なんか出なさそうだよね。うんね。そう、あ、デコログだ。そうデコログっていうのもあったね。そうアメブロもあったしね。アメブロも昔からありますもんね。そうだよね。何、ガタピーとガタネって呼ばれるのどっちが好きちょっと待って、いきなりですね。ガタピーとガタネどっちも好きですよ。大丈夫ですよ。うん、あー、え、懐かしい。部活とかクラスでブログ作ってなって、すごい仲良しですね。めちゃくちゃそれは仲良しですね。そっかそっか、熱がびっくりした、急にびっくり、ありがとうございますね。どっちでも大丈夫ですよ。あ、あれなんだっけ、あれありましたよね。なんだっけ、あの AKB さんたちがやってたやつ、なんだ、あ、忘れちゃった名前、忘れちゃった。あのGoogleの、Google さんのやつだっけ、もうありましたよね、ありましたよね。あったな。あ、ググタス、あ、ググタス、そう、ググタスもありましたよね。そうだよね。だから結構いろんな SNS をさ、なんか時代とともにやってましたよね。懐かしい。ググタス、ググタス、ググタス。ググタス、ググタス、ググタス。すごい。そう、755もね、そうだよね。私もやりたかったんですよ、755。そう、でもなんか、ね、できる、なんか作れるタイミングなくってできなかったんですよね。懐かしい、ググタス懐かしいですよねねえ、クローズ、あ、クルーズベルが、あ、ありましたね。懐かしい、懐かしいなねえ。あ、そう、メンバーに入れする、メンバーにもさせる感じみたいになって、あ、そうですよね。ねえ、今はもうなくなっちゃったんですけどね。懐かしい。そう思うとめっちゃたくさんさ SNS ってありますよね。ねえ、
755やってみたかったんですよね、本当に。そうやってみたかったです。今はそうだ、あそうだね、 Twitter とインスタと TikTok が、そっか TikTok も SNS か、そっか SNS だね。あ懐かしいですね、そっか。あねえ、そう私もそう755やりたいんですよね、やりたかったな。うん、今からでも755やる私やろうかな今から今からやっていいかなやっていいかなね、やっていいかなね、できるかな。でもなんかみんなの答えたくなっちゃうよね、あれってさ。なんかなんて言えばいいの、引用リツイートみたいな感じ合ってます。なんか皆さんのなんかこう答える感じですよね。そうですよね、あえてのね、そうだよね、そうだよね、そんな感じ、引用してる感じです。そうだよね、そうだよね、感じですよね。そっか、あ質問回答とか、なるほどね、そんな感じなんですね。そっか、あ今そっかドラさんやってるのか、そっかリプに近い感じか、なるほどね、そっかそっか。そうなると迷っちゃうね何をこう答えたらいいかちょっと迷っちゃうね。今でさえさ SNS 私いいねしてないんですよ、いいねしてないから。そう心でねめっちゃ目でいいねしてるんですけど、確かに。でもいつかはなんかみんなさ、なんか用意どんでスタートするさ、なんかリップ返しみたいなのやってるじゃないだからそうしてみたいんですよね。そう目でいい迷うと思うですよね、迷うよね。そう目でいいねしてるんですけど、そうもうって感じで目でいいねしてるんですけど、そうねしたいなあ。北原ちゃんに答えたこともあ本当あったあった、心のいいねからの目でいいね、そう目でいいねしてる目でいい目してます。そうそうなんですよね、いいねもろ、いいねもらうとちょろいもんで好きになる本当にいいな。なんかさいいねで好きになってもらえるならいいねしたいなって思うんだけど、そうでもなんかみんなにできる自信がないからいいねしないんだけど、そうちょっとその視線をね感じてくれたら嬉しいなって思いますいいあの目のいい目でいいねを感じてくださいぜひ。そうそうなんだよね、うんそうなんですよ。めっちゃ嫌そうなんだね、そっかめっちゃいいね、あーみゆみゆいいねしてくる、そっか時々リカちゃんがいいねしてくれる、なるほどね。もらえなかったら言うと、そうだよね、そうだよね、そうそこが生まれちゃうかなと思ってね、私してないんですけど、うんリカちゃんめっちゃくれる、本当それはおしゃべり会で、あ感じました、あ感じた、よかった、うんうん、いいねもらってなくても好きです、ありがとうありがとう。目でいいね、目でいいねが怖い監視の視線が感じそう監視の視線のが感じそう、すごい監視の監視の視線のが感じそう、なんかいい踏んでないいい踏んでない、なんか若干いい踏んでないねそうなんですよ。あプロフィール見てる、めっちゃねプロフィール見てますね、そうプロフィール見てるんで、そうなのでね、うん、見てますね。だからねそう私はちょっとねいいね押せないんですけども、うんなのであの見られてるなって思っていただけたら嬉しいなって思います。うんね、したいぐらいなんだけどね、本当にねしたいぐらいなんだけどね、もしねなんかこういいねがもらえなかったってなった時の時を考えると、そうあれかなと思って、そう目でいいねしてます、はいちょろいからメンバーにいいねもらうだけで好きになっちゃう。あさっきもね、さっきもね同じ方いましたよ同じことね、同じ方ねいましたよ、はい。いいねもらうとすぐ好きになる、ちょろいなちょろいな、でも嬉しいよね、でもそうだよね、だってアイドルからいいねもらえてさ、じゃあこのツイート見られてるって思ったりとかさ、このなんかアイドルのいいね欄に僕のツイートが、私のツイートがあるってなると嬉しいよねね嬉しいですよね、いやそれは嬉しいよね、嬉しいですよね、うーんね嬉しいね、そうだよね嬉しいですよね、うん確かに、そうよあのリカちゃんだし、だよね、そうですよね、ねだよね。マリナちゃんだけに見られるなら大丈夫だけど、他の人に見られるのが恥ずかしい、あそうなのね、恥ずかしいのね、そっかそっか、うんすぐスクショ、すぐスクショして永久保存、あらかわいい、そうなんだね、そっ
か、じゃあいつかのタイミングでしてみようかな。なんか本当にいつだろう、いつかわかんないけど、いつかのいつかしてみたいな。いいね、どうもチョロータです。あ、本当はるかむらのこと、はるかむら村長、はるかむら、はるかむら、あら、はるかむら、はるかむら村長ってむらむらつ、あの続いちゃった。投稿にしたら村長からいいね来てびっくりした。あ、そうなんだね、そうなんだね。あら、嬉しかった嬉しかった、いいねもらっていいねもらって嬉しかったかい嬉しかったかな逆にマリちゃんのいいね欄もたまに見て、あ、本当見てますか。あら、恥ずかしい恥ずかしい言い方が欲しいいや、なんか嬉しかったのかなと思ってちょっと聞いちゃった。多分きっとね、嬉しかったのかな。思いかけずいただいたマリちゃんのに見られてると思うと複雑。え、結構流れてくるよ。結構なんか誰、なんかメンバーがいいねしましたみたいな感じでさ、ツイートがなんか流れてくる時あるので、なんかきっとこのいいねもらって喜んでるんだろうなっていうのを感じる時はありますねはい、ありますね。そう、タイムライン流れてくるんで、はい、そうなの、なんか流れてくるんですよね。普通になんかパーって見てて、こうやってね、そう、みんなのツイッターとかを見て、フォローしてる方のツイッター見た時に、そう、あの、あれ私フォローしてたっけと思ったら、なんとかさんがいいねしてましたって出てるんですよね。そう、そこでね、バレちゃうんだよね。うん、あ、他のメンバーのこともつぶやいてるってそうね、バレちゃうんですよね。うん、そう、フォローしてると、そう、いいねが、そうそう、出てくる出てくる、そうなの、そうなの、そうそうそう誰からもいいねからないか、確かにね、他のメンバーのことをつぶやいたら、そうだね、そのいいねを押してるメンバーからね、いいねが来るかもしれないけど、そうだね。もしマリちゃんからいいね来たら緊張する。本当に？でもそうだよね、そうだよね。なんか見てるよって言うけどさ、あれだよね、どうしたらいいんだろう、読み上げればいいのかこのなんか見てるよって証拠で読み上げればいいのか私はそのツイートを読み上げれば一番あの見てる証拠になるのかなそうだよね、私さ、いいねがさ押せないからさ、こっちもうなんか読み上げたらいいのかな読み上げせるにすればいいのかな。ね、嬉しい。でもね、さっきもあのこのさ、あの清楚系目指しても、清楚系女子目指してもいいですかって言ったじゃないですか。その時とかもね、皆さん反応してくださってありがとうございます。嬉しいです、すごい。もうあのね、リップリップリップをリップ、ツイッターはもちろんエゴサもするんだけど、リップもリップも見てるので、ぜひよかったらね、見ていただけ、あのリップを送っていただけたら嬉しいです。そう、見てます。そうそう、でもね、結構ね、なんかあれもなんか清楚系じゃなかったんですかっていうコメントいただけたの、ちょっと地味に嬉しかったですそう、あの、もともとじゃないんですかみたいな、そう言っていただけてありがとうございますね。嬉しい、ありがとうございます。そう、嬉しいです。画像付きリップしたい、ありがとう、嬉しい。飛ばしてみたいリップ待ってますよ、待ってます。そう、嬉しい、ありがとうございます。そう、この路線もいけるかもって、ありがとうございます。ま、あれかな、まだ目指しきれてなかったかなそう、ありがとうございますね、嬉しいです。本当にもう清楚系だと思ってたみたいなことを言ってくださるの、すごく嬉しいです、ありがとうございますね。そう、でも本当にあのリップは見てるので、よかったらあの、でもメンバー全員ね、あのリップは見てると思うんですけど、そう、リップは見てるんですけど、そう、私もね、リップは見てるので、よかったらぜひお待ちしております。はい、あ、鍵アカだといいねつけてもわからない。あ、そうだね、そうだね、鍵アカだとリップは送っても大丈夫。あ、リップは送っても見れるのかな、どっちだっけ、見れるかな、鍵アカの人って見れる、あれ送れるんだっけ、リップね、送れますっけ。あ、何回嬉しいから何回も言っちゃった、嬉しい、ありがとう。 SS 系ではアジアンビューティーでもヤマストなでしこでもなんでも大丈夫だよ、おんまいっぱいいっぱい詰めてくれた、ありがとうございますね、ありがとうございます。あ、リプは見れないか、そっか、送ってもじゃあ見れないのか、鍵垢の方だとね、そうなんだね、見れないんだ、そっか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 、そうなんだね、じゃあできないんですね、じゃあみんな鍵開いてないと見れないんだね、そっか、じゃあぜひね、よかったらリプ待ってますので、ぜひ見て、私は見てますので、めちゃめちゃ
ぜひよろしくお願いします。そっか、あ、そっか、見れないのか。そっか、じゃあ鍵垢の方は送れないのか。そっかそっかね。知ってたでしょ。知らないですよ、知らないよ。鍵かけると怒られるやん。そう、鍵かけないで本当にね、鍵かけないでね。そう、鍵かけないでね。うん、そう、鍵かけないでくださいね。鍵かけられると怒られる。そう、鍵かけられると怒られるんでね怒られるんでね。はい、送れるけど、それをマリちゃんが見れないってこと。あ、見れないってことかな。ってことは送れるは送れるのか。なるほどね。鍵が禁止される。そう、鍵ね、そう、禁止なのでちょっと気をつけてくださいそう、見れないのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。おたあかは鍵禁止鍵禁止してくださいね。はい、鍵禁止してください。どの程度まで誤差してるんだろう。どの程度、でもどの程度、結構な程度結構な程度でもね、してますね、してます、してます。うん、鍵かけるとマリちゃんの楽しみが減るんですね。そう、鍵かけるとね、そう、減っちゃうんですよね。そう、減っちゃうんです、減っちゃうんですよ。閉じまりしないといや、閉じまりしないでください。本当にしないでくださいね。気をつけながらツイートしなきゃぜひお待ちしております。タイムラインで見たりする。タイムライン、あ、なんて言えばいい、なんて言えばいいんだろう。あの、ハッシュタグだったりとかも自分の名前をね、そう入れたりとかしても見たりしますね。うん、そう、見てます、見てます。まるちゃんにしか見れない赤にすればいいのか。どういうこと、どういうことどういうこと、どういうこと。まるちゃんにしか見れない赤、まるちゃんにしか見れない赤とは、もうまるちゃん一人だけフォローしてるみたいな感じそうですね、うん、あ、全部見られてると思った方がいいな。確かにこれは大正解かも、大正解かもしれないね。うん、そうそう、ですね、ですね。はい、世の中物騒だからねそこ、そこですか、そこか。うん、鍵の扱いだけは気をつけていますそうね、そうね。でも、まあね、いろんななんか事情とかあったりとかしたら難しいかもしれないけど、なんか見せてくれたら嬉しいなって思います。はい、思いますね。マリちゃんに関係ないツイートまで隠されてますからねなんかそれはごめんなさい、なんかごめんなさいね。うん、すいません、ちょっと恥ずかしい、ちょっと恥ずかしい。うん、全部見られたら DD がバレちゃうじゃないか。もうバレてるよそれはもうバレてます。明日誕生日なんで祝ってもらえると嬉しいです。あ、おめでとうございますね、おめでとうございます。素敵な1年になりますように。おめでとうございます、おめでとうございます。嬉しいからいい、あ、よかったです、よかったです、嬉しい、おめでとうございます、おめでとうございます、よかったよかった、おめでとうございますね。ありがとうございます、初見さんで初見さんで見ててくださったのかな、ありがとうございます、ありがとうございますね、おめでとうございます、ありがとうございます。皆さんもすごい、おめでとう、おめでとうございますって、ありがとうございますね。あ、おととい誕生日でした。あ、おめでとうございますね、おめでとうございます。春生まれの方も多いですね。ね、いいですね、暖かい季節に。新潟はちょっとまだ寒いですけど、おめでとうございますね。素敵な皆さん1年になりますように。そっか、おめでとうございます。わしは毎日新しい自分です。どういうこと、毎日生まれ変わってるってこと毎日生まれ変わってるってことかな。そういうこと、そういうことですか、そういうことかな。めでたいですね、おめでとうございます、おめでとうございますね。うん、素敵ですね、素敵、本当におめでとうございます。4月の誕生日の方いっぱいいます。確かにね、4月もいっぱいいますしね、そう、5月生まれの方も多いですし、そう、5月生まれの方も多いし、6月生まれ、てか毎日はハッピーだね毎日お誕生日だね。うん、あ、そう、みゆみゆのね、お母さんと、そうそう、ママとね、私のお母さん、お誕生日なんですよね。それもすごいよね。そう、3月27日、そう、同じ誕生日だったんですよね。それもすごいよね、本当に。そう、毎日誰かの誕生日なんですよね。うん、すごいよね、その偶然もすごくないですかね。そう、ママ同士がね、同じ誕生日だったんですよ。嬉しい、ありがとうございますね。6月27日、そうなんですよ、すごいよね。そう、うまいうまい嬉しい、ありがとうございます。そうだね、そうだ、れいちゃんだね、4月はね、れいちゃんだね。ね、毎日がそう、本当に特別な日ですよね。うん、ね、あ、まだ出会ったことない、あ、本当、同じ誕生日生まれた人とまだ出会ったこと、あ、本当ですか、ないのかな、ないですか、
そっかそっか。ワイはあおちゃんと同じ、あ、同じ誕生日なんだね。そっかそっか。まゆにゃんの誕生日プレゼントはまだ決めてないの。そう、まだ決めてなくて、どうしようね、何が欲しいんだろうってちょっと悩んでるけどね。何がいいかな、そう悩み中です今も。うん、そう、じゃあみゆみゆもと幼いと、幼いとな同じ誕生日だからお母さん同士がか、ゆかちゃんと一緒、あ、2月ですね、2月だね。そっかそっか、あ、ノエね、ノエねみんな結構なんか同じメンバーと同じ誕生日の方多いですね。ともちんさんとかも多いね。そっかそっか、多いね。すごい。俺はあるよ、俺はあるよ、俺はあるよ。え、ごめんね、な、何があるかな、ごめんね、何があるかな。あ、ななこと一緒ね。で結構ね、 お友達じゃない、間違えて、メンバーと一緒の方多いね、多いね。え、いなかったか、いなかったか。そっか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 。あ、つぐパパと、すごい、すごい派手に嬉しい反対語だ、派手に嬉しい。すごいね、パパと一緒なんですね、つぐパパと。すごい、あ、伊藤麻子さんと同じ誕生日なんでね。すごい、あ、加藤ちゃんと、あー、すごい、みんないっぱいいらっしゃいますね。千葉、あ、エリーとね一緒なんだ。すごい、メンバーと一緒の方多いね。そうだよね、確かに、メンバーさんもね、そうだよね、確かに確かに。すごいね、毎年マリナちゃん、マリちゃんからのデートバースメールメールが嬉しい。ありがとうございますね、ありがとうございます。本当にお祝いできることがすごくすごく嬉しいです。ありがとうございます、本当にね、ありがとうございます。同じ誕生日がいないなんか芸能人の方とかいらっしゃいますかね、有名人の方とかね、いるかな。すごい、あ、広瀬すずさんと一緒なんだ。すごいすごいすごいね。あ、卒業した子で同じ誕生日の子って、あ、そうなんだね、すごい。あ、指原さんとも同じなんだ、すごい。みんな結構いますね、メンバーさんと一緒の同じ誕生日の方ね。すごい、いっぱいいるね、ありがとうございます。でもね、お誕生日ね、本当におめでとうございますね。あ、応援してくださる方で10月16日はいます、いるんですよ同じ誕生日の方ね、いらっしゃるんですよ。そうなの、そうなの、そう、ポール・マッカートニーさんと一緒、一緒、あ、ジョニー・デップさんと一緒。おお、そう、いらっしゃるんですよね。しかもね、私のことを応援してくださる方で、そう、嬉しいです。そうね、嬉しいです。そう、同じ誕生日なんですよ、推しと同じ星座です星座一緒なの嬉しいね。うん、いらっしゃるんですよ。え、何、ボーナスが誕生日です、どういうこと、ボーナスに生まれた日ってこと、どういう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 こと。テラヒラと一緒、羨ましいでしょ。あ、いいないいな、そうなんですよ、同じ誕生日は嬉しいだろうなね。すごいよね、10月16日って一緒なのね、すごいですね、嬉しい。あ、誕生日が同じだから、推し始めるとかあるかも、確かにそれもあるかもしれないね、あるかもしれないね、確かに確かに。誕生日は今から変更してもいいですかみんな変更してくれるかな、変更してくれるかね、ね、嬉しい、変更してくれるかな、ありがとうございます。誕生日を変更できなかったら、あ、そうだねそういうこと気にしたことないのよ、全然気にしてない、気にしてない方は全然気にしなくても全然、そう、大丈夫です、全然大丈夫です、うん、全然大丈夫です。あ、そうなの、タモリさんと一緒なんだ、すごいね、すごいですねすごい。そう、テナヒラはね、まだ誘えてないんですよ。今日ね、ちょうどね、おしゃべり会一緒だったのに、そう、ちょっとね、タイミングが合わなくてね、お話をね、できなかったんですよね。そう、お話をかけることができなかったんですよ、ちょっとタイミング合わなくて。え、本田翼さんと一緒で、いいね、いいですね、いいな、いいですね。10月生まれと相性のいい8月生まれです素敵、ありがとう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 。メカ違いなのだけなので、わしも16日微調整しますあとね、あと10日だったね、あと10日だったねそっかそっかそっか。あ、そう、小栗ゆいちゃんと同じ誕生日、あ、そうなんだね、結構多いですね、メンバーと、メンバーさんと一緒なのね。そっかそっかそっか、一緒ですね、そっか。そう、ちょっとね、誘うなら早めにしたかったんですけど、おしゃべり会も終わっちゃうしね、ねえ、だからね、ちょっと誘いたいなと思ったんだけど、今日ね、そう、おしゃべりするタイミングがちょっと合わなかったんですよね。今日から10月16日生まれになりました。あ、本当なったのね、なったんですね、なったんだね。
10月25日なので、実質同じ誕生日ですそうだね、同じ10月だしね、同じ10月だもんね。そっか、そうだよね。でもありがとうございますね。でも本当になんかこの誕生日のお話で、あれなんですけど、なんか10月16をね、そのナンバーにしてくださる方とか、車のナンバーにしてくださる方だったり、なんかパスワードにしてくださる方だったり、なんかアカウント名にも、ね、1016って入れてくださる方も多くて、そうすごくすごく嬉しいですね。本当にありがとうございますね。そう本当に毎日が誕生日なんですけどね。そうありがとうございます。それすごく嬉しいんですよね。そうありがとうございます。暗証番号にしてくれてるありがとうね、ありがとうございます。そう10月1016ってね、ありがとうございます。あそうなんか新幹線のそう座席番号とかも、そうなんかね、そう時間とかもその時間帯にね乗ってくださったりとか、そうそうなん、あお盆で祝ってもらえない、私がお祝いしますよ、お祝いします、お祝いします。うんそうなんですよね。あ競馬ではその数字あったら、あごめんなんかごめんそれは申し訳ない、申し訳ないです、すいませんね本当に。あ見たよ、ありがとうね、ありがとうございます。そうマックスとかもね、そうそう時間もね、そう10時16分なんですけど、そう嬉しい、ありがとうございます。ぜひよかったらたくさん1016をね使ってくださったら嬉しいなって思います。ぜひ悩んだらよく使ってる、ありがとう、ありがとうございますね。16という数字だけでも反応して、あ本当ありがとうね、ありがとうございますね。内緒だけどいろいろ推し誕生日だね。あそうなのね、いろいろ、これは何々ちゃん、これは何々ちゃんの誕生日とか知ってるのね。ナンバーズも当たらないなんかそれはなんかごめん、なんかごめん、多分あの1016はあの競馬とかに使ったりとか、ナンバーズなんだっけ、そうとかこうあの使わない方がいいですごめん使わない方がいいですね。あゴールデンウィーク、そっか真っ最中なんだね、そっかそっか、お祝いしたいな、私がお祝いしたいです本当に。そう10号車の16番 A 席に、あしますそうなんだ、嬉しい、ありがとうございますね。 A 席であることは深い意味はありません。ちょっと突っ込まないでおく私も何か分かっちゃったけど、何も突っ込まないでおくねあえてね、あえて何も突っ込まないでおくよ。うん、いろんなパスワードを1016に1016を使ってます、ありがとうございますね、ありがとうございます、嬉しい。なのでね、いっぱい1016を使ってください。でもあのそういうなんかあの書き事にはあのちょっとあれですねあのあんまり使わない方がいいかもしれないですね。はいお願いします。そうごめんね、結構ね私がねなんかこう競馬のやつとかも何番がいいって言ってくださる、聞いてくださる方とかいらっしゃって、なんか番号言うんですけど、私まったく当たらないんですよ。なのでちょっと私には聞かない方がいいですちょっとね聞かない方がいいです。そうごめんね、そう当たらないんですよ、そう当たらないんですよね、そうちょっとね不向きな数字なのかもしれないそうねですよね、すいません本当に暗証番号、暗証番号バレバレ、確かにみんなね1016にしてくれたらちょっとバレバレになっちゃうね。そうそうなんですよ、すいません。あマリナと一緒で与える方になっちゃうのでは、あらえいいこと言ってくださる、ちょっと A 席って言ってくださった方ちょっと見習って嬉しい、ちょっと見て、マリナと一緒で与える方になっちゃったって、あら素敵、ちょっと見習って、与える番号になっちゃうんだって、上手だね、ありがとうございます上手、ありがとうございます、ありがとうございます。そう劇場でカード落とせない人ちょっとね気をつけてね、気をつけてくださいね、気をつけてください、嬉しい、ありがとうございます。15歳の16番待ってると推しかぶりと疑うちょっと若干もしかしたらあるかもね、あるかもしれないね、うんあるかもしれないですね。はい西方まり同姓同名は見たことないかな、なんか西方っていう字が違ったりとか、マリナっていう字は違うんですよね、そう違うんですよね、違うんですよ、そうそうそう、ちょっと頭冷やしてくれ全然いいのに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 、そうなんかいないかも、日本で一人だけかな、そうマリの字が珍しいのかなね、そうあんまりね自分の字を見たことがないんですよね、そうないんですよ、そうね
あ、荻野由香さん、あ、そっかそっか、どうせどめずね、そうだね、そうだね、そっか、西方がそもそも少ない、そう、そもそも少ないね、そう、新潟の方であんまり見たことないんですよね、そう、新潟に住んでてもあんまり見たことがなくって、そう、なんか西方さんなら見たことあるんですけど、方はね見たことないんですよね、そう、方さんも方角の方の方なんですよね、そうね、ぜひいたら会ってみたい、同姓同名の方いるかな、いないかな、全く同じいないかもね、そう、方角の方の方なんだよね、そう、いないんですよね、大塚の奈美さんなら、関係会社に行ってびっくりした、あ、そうなんだ、同姓同名ですね、そっか、三条、そうだよね、三条で一番多いですよね、西方ね、そうだよね、西方さんもね多いですよね、西方と読むからね、ですよね、そうだよね、そう、いないかも、あ、じゃあ天然記念物、私もしかしてあら、私もしかして天然記念物かもしれない、あれ、あら、あ、そう、西方の、そう、そうだよね、方って読まないって、西方ってその漢字でね読む方もいらっしゃいますよね、方の字がうまく書けません、ちょっとうまく書けるようになってみて、頑張ってみて、練習あら、あら、ちょっと時々私時レベル、あら、嬉しい、天然記念物ですか、時ですか、私保護して、ちょっと保護して、あの、大事に大事にしてくれたら嬉しいな大事に大事にしてくれたら嬉しいな、嬉しいな、あ、あー、まず話してた、あ、あ、そうなの、運転手さんがそうだったの、え、本当、私と、え、西方だった、方だった、そう、日本には日本です日本には西方マリナかも、日本には西方マリナ、言いづらいね、めっちゃ言いづらいねそう、なので過保護に育ててください保護させてください、ありがとうございます、ありがとうございます、あ、方が一緒の字だった、本当すごいね、ありがとうね、話しかけてくれてありがとうございます、そう、ぜひお願いします、大事にしていただけたら嬉しいなって思いますそう、お願いします、はい、餌を与えすぎてフォアグラにね美味しくなっちゃうよ、美味しくなっちゃうね、天然記念物は大事にしないとね、ぜひ大事に、もうね、大事にしてくださる方がね多いですけど、うん、ありがとうございます、ありがとうございますね、うん、GPS とかつけとかないとね、私につけ、私につけるってこと、私につけるってこと、土の子みたいな感じ、そう、土の子みたいな感じ、何、マリナニアマリナ、マリナニアマリナ、めっちゃ言いづらいマリナニアマリナ世界一大事、ありがとうありがとう、すごい、なんかみんな大事にしてくれてる、すごい、ありがとうね、ありがとうございます、ありがとうございますテジナーニョみたいな、懐かしいね、懐かしいですね、確かに似てるね、これから大事にしていきたいと思います、ありがとうございます、よろしくお願いしますね、でももし本当に西方まりなさんがどこかね、なんだろう、違う名前だとしても、あ、なんていう、違う感じだとしても会ってみたいなって思います、本当に会ってみたい、そう、シルバニアファミリー、それは言えるそれは言えましたね、言えましたね、嬉しい、ネッシーと同レベル、本当に、でも私、そう、小学校の頃ネッシーって呼ばれてた、ニッシー、ニッシーだからネッシーって呼ばれてましたね、懐かしいね、そう、ぜひぜひ会いたいな、ね、同じ名前の方会えたらいいですね、会いたいですね、うん、ね、会いたいです、本当に、これからも世界一大事な存在です、本当にありがとう、ありがとうね、ありがとう、大事にしてくれて嬉しいです、ありがとうございます、三条にもいないかね、いないかな、いないですかね、うん、そう、ネッシーってそう呼ばれたとこあったんだよね、うん、そう、カッターじゃなかった、カッターは私呼ばれたことないかも、アイドルになってなんかカッターって呼んでくださる方がいらっしゃるんですけど、その方ぐらいかな、カッターって呼ばれてるのかな、そう、マリナさん、あ、そう、マリナさん、そう、その地の方がいらっしゃいますよね、どうせどもえがいたら報告します、ありがとう、ありがとうございます、あ、そう、西がつくとね、西って呼ばれがちですよね、わかります、わかります、そうなんですよ、なのでね、そう、出会ってみたいですね、そう、カッターカッターってちょっといかついんですけど、でも本当になんか肩が
なんていうの、肩がつく名字、名字じゃない、肩がつくニックネームになったのは本当に NGT 来てからですね。肩ねえだったりとか、そうだね、肩さんとかって呼ばれるようになったら本当に新潟来てからですね。そう、なんか今思うとちょっとなんか普通にガタさんってスタッフさんから呼ばれてるので、ガタピーはゆかちゃんですね。マリーナ、マリーナって呼ぶことは、呼ばれることはないですね。マリーナはないですね。そう、姉さんか、姉さんか、姉さん、ガタ姉さんならあるけど、そうだね、そうだね、そうだね、うん、ガタさんはあるかな。そうね、安藤さん、安藤さん、ガタさんですね。後輩になって呼ばれたら、何でもいいかな、ガタ姉さんでもいいし、マリナさんでもいいし、そう、何でも嬉しいで、呼んでくれるなら何でも嬉しいかな。あ、サゴ、サゴジャスミン、サゴジャスミンね、懐かしい。でもサゴジャスミン意外と気に入ってるんですよね、私。そう、なんだっけこれ、なんかなんだっけ、中国語で私のことを略したらサゴジャスミンみたいな名前になったんだよね。そうだよね。お見送りの前に、安藤さんがガタさんって呼んでたのを聞いて感動した。なんで感動した、なんで感動した、アンターと呼ばれたのも、NGT で初。ああ、あれでもなんか菅井先生から私呼ばれてたことあったかもしれない。あったかもしれない、アンターって。なんかゆかちゃん以外だったらあったかも。あ、ガッタマリーナか、ガッタマリーナ、ガッタマリーナもあったかな、あったかな、あったね、あったね、うん、あったかもしれない。そう、ガタ姉さんは、そうだね、チカナちゃんかな、チカナちゃんが呼んでくれてて、ガタ姉はあゆが呼んでくれるかな、うん、呼んでくれますね。そう、懐かしいよね。そう、懐かしいですね。そう、そうです、懐かしいですね。あ、カリーヌはね、カリーヌはなぜかあれだったんだよね、私なんかカリーヌがなんだっけな、そう、あれだ、なんか質問のやつに答えてた時に、なんかね、私猟犬って言えばよかった、私前世猟犬なんですよ、私前世猟犬なんですけど、なんかカリーヌって答えちゃって、でも本当に占いの先生からは前世カリーヌって書いてあったんですよ。そう、そうなんですよね、そうカリーヌだった。そう、でも猟犬って答えたら一番伝わりやすかったと思います。そう、なんかそれがね、結局その質問のやつでカタカナでカリーヌってなっちゃってたから、私前世カリーヌになっちゃったんですよ。そう、カリーヌじゃなくてカリーヌ。カリーヌって何みたいなね、なんかね。本当になんかお菓子みたいになっちゃったんですけど、そう、なんかカリーヌって答えたつもりがなんかカリーヌになっちゃって、そのままなんか質問の答えた動画の表示にもカリーヌってなっちゃったんだよ。そう、カリ犬ってちゃんと答えればよかったのか、猟犬って答えればよかったんですよね。そう、でも前世私そうだったみたい。私ね、そう、なんか飼ってくる犬、なんか多分あれだよね、こう猟をする犬だよね、ワンちゃんだったみたいです私。あ、マドレーヌみたいな、そう、マドレーヌみたいな感じ。そう、そうなのよ、カリーヌ、そう、カリーヌがね、カリーヌになっちゃったんですよね。そうなんですよね。ブルモンさんから出てきそうなお菓子だよね、お菓子の名前みたいですよね。そう、カリーヌって、そう、ちゃんとね答えればよかったんですけど、そう、かっこいい、かっこいいかな。そう、ルマンドの仲間かもしれない。そうね、だからそう、本当に、でもそう、前世は多分そうだね、猟犬だったそうです。でもなんか どの基準でね、どうやって調べてくださってるのかが、ちょっと私が小学生の頃で、お母さんがなんかそのね、あれしてくれたから、ちょっとわかんないんですけど、そう、ちょっとね詳しく聞きたかったですね。そう、なんとなく多いです。確かにね、エリーゼ似てるね。似てますね、似てますね、ね、そう、なんかね、そう、お菓子感あるよね、うん、小豪層のね、うん、そう、お菓子好きだしね。自分の前世知りたいね、なんか知りたいよね。なんか私もなんか多分今占ったらなんか結果とか変わるのか分かんないけど、なんか占いはすごく好きなタイプなので、そう、知りたいですね。え、前世が動物なんてありえないよ。やっぱ人間は人間に生まれ説、生まれる説かな。でも分かんないよね、なんかさ、分かんないよね、なんか前世さ何してたんだろうね。前世のお話になっちゃった、前世のお話になっちゃったけど、どうなんだろう、何してたんだろう、なんかその記憶がないからさ、わかんないけどさ、ね、何してた、人間かな、やっぱ人間は人間になのかな、生まれ変わるとしたらね、そうなのかな、ね、
かな。 ありがとうございます。タコもありがとうございますね。かな。G だったらちょっとね、ゴキさんだったらちょっと病んじゃうよね。ね、人間は人間なのかな。ねえ、カリーヌだから SNS でファンの情報を追いかけてるの。もしかしたらそれだから飼ってるのかな。そういうことかもしれないね。そういうことかもしれない。確かにそういうことか、そういうことか。みんな獲物ってこと、そういうこと、獲物ってことですか。上手だね。上手なのかな。今日はポンコツな君が好きだを聞きましたか。明日もポンコツな君が好きだ聞きましょう。 ありがとうございます。久しぶりに来てくださいましたね。ありがとうございます。ありがとうございますね。もう今日はね、そうポンコツな君が好きだはねちょっと聞けてないんですよね。そうすいませんね。獲物は逃がさない。確かに狙った獲物は逃がさないだから、確かにそうかもしれない。じゃあ合ってるのか。もしかしたらじゃあ私が前世狩犬なのは合ってるかもしれない。そうです、すでにね狩られた人たちがあのまたこうしてね、あの私のところに来てくれたのかもしれないね。でも前世で合ってたかもしれないね。そう思うとね、みんなウサギかあのキツネか何かだったかもしれない。みんななんだろう、キツネかウサギか何かだったかも。みんなウサギだったかもしれないね。だからこうやって今もこうして私のところにね来てくれるのかもしれない。あ、タヌキかな。タヌキかな。ね、鮭だった、鮭だった魚だったかもしれないね。そっか、イノシシだった本当ね。そうかもしれないよね。なんかでも多分きっと前世で何かみんなと縁があって、多分今もこうやって縁があるのかもしれない。いや、そう、鹿かも。そうだよね、鹿かも。あ、だからマリナシカなのかな今。マリナシカじゃない人もいるんだけど、あ、前世海にいた、海にいた、海にいた。あそこ強引、強引すぎる、ごめん。マリナシカの謎が解けた。だからかもしれない。あのみんなが、私が前世猟犬だから、カリ犬だから、あれかもしれない、みんなは鹿で今もマリナシカなのかもしれないなのかもしれないね。あ、そろそろ実感か。ありがとうございます。ということで、すごいいいまとめ。無理やりまとめちゃった。無理やりまとめちゃいましたね、すいません。ありがとうございます。うん、かもしれないね。ね、そうかもしれないね。マリナシカです。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、すごい伏線回収できたかな。回収できたかな。でも生まれ変わるなら何の動物がいいかな。でも私猫になってみたいかな。うん。猫になってみたいかもしれない。そう、猫になってみたいなって思います。鹿であってほしい。鹿でいてほしいな。点と点がつながりました。あ、よかった。よかった、よかった。うまいことつながった。今でも当てはまる、本当当てはまるかな。そう、猫になりたいかな。ということでね、あっという間にお時間が来てしまいました。ありがとうございますね。ちょうどいい時間だったね。うん、今頃清楚系の、あ、通知来た。あ、ありがとうね。ツイッターも通知取ってくれてありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。よし、ということで今日も歌いたいと思います。押して生まれ変わってはマリナちゃんを押してた、ありがとう。でも何かしらご縁があったのかもね。うん、ね、きっと絶対あったと思うんだ。すごいよね。いや、今日もさ、あの、後で話そう。言っちゃいますね、すいません。後で話します。よいしょ。あ、出てた、出た。月分の合宿来たけれど、一週間先の予約だった。マネージャーの君が日にち間違えてた。絶対にありえないミス、ごめんなさいって必死に謝る姿に
僕はキュンとしてしまって怒れないのはなぜだろう。ポンコツな君が好きだ、いつもドジばかり踏んでる、頼りないところがいい、なぜか安心できる。失敗しちゃった時の慌てぶりが可愛いよ。そんな人間らしさに僕はどんどん疲れてゆく。あー、ずれてる？気にしない、大丈夫、こうやって歌えばいいかな。仕方なく帰って気がついた、みんなの荷物はどこへ行った、忘れてきちゃったのに、どうせまた行くからって屈託のないその笑顔。そう、人生なんて肩の力を抜かなきゃ、きっと息苦しくなるから、楽しくやってゆこう。ポンコツぶりも個性だ、君がおおらかに見える、完璧にできることが大切なんじゃない。そんな君のそばにいる、僕の器は小っちゃすぎる。何度間違ってもいい、もっとたくましく生きなきゃ。あ、ありがとうございます。人は皆ちゃんとしようとする、言われたことだけを言われたよやる。欲しかったのは自由、どこかネジが緩んでる、マイペースな君の勝ちだ。思うようにいかないこと気にしないで生きる。ポンコツ、ポンコツな君が好きだ、いつもドジばかり踏んでる、頼りないところがいい、なぜか安心できる。失敗しちゃった時の慌てぶりが可愛いよ。そんな人間らしさに僕はどんどん惹かれてゆく。守ってあげたくなる。なんか決まったってなんかさ、スポーツのなんか決まったみたいな感じじゃない点数が決まったみたいな時のテンションで言ってくれるね。ありがとうございますありがとうございますね、そのテンションで言ってくださってありがとうございます。ありがとう、大丈夫か、取れましたかね、取れましたかありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、すごいね、ありがとうございます。ミラーボールだったりサイリウムだったりハートだったり、ね、アイテムで盛り上げてくださってありがとうございますね、本当にありがとうございます。ということで、よいしょ、なんかね、ずれてるところとずれてないところがあったみたいで、ちょっとごめんね、よいしょ、ありがとうございますね。ということで、あ、また曇っちゃった、ちょっと曇っちゃったね、曇っちゃったね。楽しい配信ね、おやすみ、ありがとうございます。あ、本当大丈夫だったね、ちょっと端末によってズレとかがあるのかもしれない。ありがとう、久々に来た、よかった。あ、スクショ撮れた、ありがとう
ありがとう、気持ちよく歌ってね、ありがとう、ごめんね、そうずれちゃうかもしれないけど、ちょっとなんか一国堂さんになっちゃってるなって思っていただけたら嬉しいなって思います。あ、そう今日はねちょっとね生画面に配信してました。そう今日はてっぺんまで配信してます。あ、本当パソコンの方がずれてたりするのか、そっかスマホの方があれだったのかな。ね、ありがとう、ね、ありがとうございますね、本当に卵もね、ありがとう、卵、ありがとうございます、エッグが。ということで今日も見ていただきありがとうございます。ちょっとピースもしとくね。シンデレラ配信シンデレラ配信、あ、イヤホンそのまま、そうだね、ありがとう言ってくれて、ありがとうね。ありがとうございます、すごい卵ありがとう、アンテナピースです、ありがとうございますね。アニメーション、撮れたかな、ありがとう。ということで今日も見ていただきありがとうございます、ビビありがとうございます、ありがとうございます。あ、反面多かった、大丈夫、あら本当表示されないの、あら、なんでだろうね、なんでだろうね。ということで今日も見ていただきありがとうございました。お洋服ごめんすごい見せ方がドタバタしてた。ということでお名前呼びさせていただきます。13位がソウルメイトさん、ありがとうございます。おそばとお寿司ありがとうございますね、どこのかな、ありがとうございます。13位がソウルメイトさん、そして12位がハヤトカッコアルビさん、ありがとうございます、ありがとうございます。アルビさんありがとうございます、どっちだろう、ハヤトさんアルビさんかな。そして11位が B0204 アットガチャケピオ、ゆか、なのみ、りんさん、ありがとうございます。あ、生ちゃんの写真ですね、懐かしい、秋頃撮ったやつだ、ありがとうございます、懐かしい写真ありがとう。そして10位がデメキン丸アット、ワンタンさん、ありがとうございます。こちらも生写真の、こちらはセルフ生写真のやつだ、ありがとうございますね。メガネにあのボサボサみたいなやつですね、ありがとうございます、ありがとうございます。懐かしい、お家で撮ったやつ。そして9位がバボちゃんとあなたのバボ丸バボ、あなたのバボゾウさん、ありがとうございますごめんなさい、バボゾウさん、ゾウが呼べなかった、ゾウさんありがとうございます。あ、すごい、なんだろうこのアイコンは、また来週って書いてあるありがとうございます、ありがとうございます、何のキャラかな。そして8位がたかしやと虹ヶ岳さん、ありがとうございます。あ、ごめんなさい、順番が入れ替わっちゃった、もう一度読みますね。13位がピン0204アットガチャケユカジャカチャケピオユカナナミリンさん、ありがとうございます。12位がデメキンアットワンタンさん、11位がソウルメイトさん、そして10位がハマチさん、ありがとうございます。あ、最後のおしゃべり会参加します、待ってるね、ありがとうございますハマチさん。そして9位がバボちゃんアットあなたのバボゾウさん、ありがとうございます。そして8位が高橋智太アット、え、なに、し、なに、究極なんとか今日のおしゃべり会ありがとう、虹ヶ岳さんありがとうございますね、ありがとうございます。やばい、漢字読めなかった漢字読めなかった、あ、しご、え、しごく、しごくの、あ、しごくの、ありがとうございます。しごくって読むのに初めて知った、あ、やばい、おバカなのバレちゃった、ごめんね。しごくのおしゃべり会ありがとうございます。こちらこそありがとうね、そう言っていただけて嬉しいです、ありがとうございますね。今しかもちょっと前のやつかな、あ、今日のやつ、あ、今日じゃないか、ちょっと前のやつですね、ありがとうございます。アナウンサーダメです、アナウンサー失格です。そして7位が高志やっと西ヶ岳さん、ありがとうございます。クレームをさっきのにしてくれたうさぎ、ありがとうございます。おしゃべり会もおしゃれも楽しかったです、ありがとう、ありがとうございます。そして6位がたけちゃんとおしゃべり会ありがとうございましたさん、ありがとうございます。今日の写真にしてくれてありがとう、ありがとうございます、たけちゃんさん、ありがとうございます、嬉しい。そして5位がせつなとワンタンさん、ありがとう、こちらも今日の写真にしてくれてありがとうございますね、嬉しい、ありがとうございます。そして4位が
音速の気候者とワンタンさん、ありがとうございます。たぬきちですね、まりきちの写真だ、ありがとう。 AKB さんの特典ですね、ありがとうございます。嬉しい、こういうポーズしてる。そして3位がゴリニアとマリナの下僕レベル 2.8。 音声さんありがとうございます。あ、ボーリングのやつかぶってるやつ、ありがとうございますね、ありがとうございます。なんで差がちょっと下がってない、ありがとうございます。なんで下がったんだろう、なんで下がった。そして2位がケイヤと新潟、しっかり清掃で強さん、ありがとうございます。今日の写真出てくれてありがとうございますね。ちょっとしっかり清掃目指しますね、ありがとう。ケイさんありがとうございます。そして1位が7563、ありがとうございます。しかも私のアバターもゲットしてくれてるのがありがとうございます。75631、ありがとうございます、ありがとうございます。どなただろう、初めましてかな、ありがとうございます、ありがとうございます。ということで今日も見ていただきありがとうございます。見てくださった皆さんもね、本当にたくさんありがとうございます。嬉しいね、最後までやっちゃった、ありがとう皆さん。眠いのにあのね付き合ってくださってありがとうございます。今日なんだろう、私ハッシュタグ天然記念物でもいいの、本当に天然記念物でいいですかお疲れさん、ありがとう、ありがとうございます。ちょっとハッシュタグじゃ天然記念物にしようかな、すいません。あの西方まりなが同姓同名いないっていうことで天然記念物っていう話になりました、すいません、ありがとうございます。あ、もうちょっとですね、楽しかったよ一日、ありがとう。こちらこそ、寝る前の方さん見れて幸せ、ありがとうございますね、ありがとうございます。天然記念物にしたいと思います、ありがとうございます。みーさん、みきさん、そりめちさん、はなしさん、ばあちゃんさん、高島さん、たけちゃんさん、しゅささん、おそこのきこさん、すずさん、けいさん、ごりんさん、あ、ごりんさん、けいさん、7563、ありがとうございます、ありがとうございます。あと1分ですね、今日も見ていただきありがとうございました、ありがとうございます。ということでまた明後日に配信したいと思います。よかったらぜひ見てくださったら嬉しいです、ありがとう。また明後日の配信でお会いしましょう、またね、ありがとうございます、ありがとう。4064人の皆様、たくさんのコメントアイテムありがとうございました。いい夢見れそう、よかったです、ありがとうございますね、ありがとうございます、ありがとうね、ありがとう。